はい、皆さんどうもこんにちは。きりが、そうちゅうございます。本日は皆さん待ちになった、ラノベ感想動画シリーズです。今回その第一弾が、はい、こちら。ソードアートオンラインアインクラット第一巻でございます。いやー、やっと読み,読み終わりましたよ。本当に。本当に、このアインクラットで久しぶりにラノベ読んだんで、結構かかりました。でも3日からかかったんじゃないかな。<laughs> 全部読み終わるまで。 でもいざ読んでみると本当に夢中になって読んじゃって。いや、めちゃくちゃ面白かった。本当に。で、えっ、ー、と、あのー、あらすじをちょっと言ってきますと。クリアするまで脱出不可能、ゲームオーバーは本当の死を意味する。謎の次世代 MMO、ソードアートオンラインの真実を知らず、ログインした約1万人のユーザーと共に、そう過酷なデスバトルは幕を開けた。SAO に参加した一人である主人公、キリトは、 一早くこの MMO の真実を受け入れる。そしてゲームの舞台となる巨大浮遊場アインクラットでパーティーを組まないソロプレイヤーとして頭角を表していった。クリア条件である最上階層到達を目指し、えっと、綺麗なクエストを単独で続けるキリトだったが、レイピアの名手、オナリュウケンシ、アスナの強引な誘いによって彼女とコンビを組むことに。 その出会いは、キリトに運命とも呼べる景気をもたらし。という感じでございます。でも本当にね、めちゃくちゃ良かった、本当に。じゃ早速ね、ちょっと行ってこうかな。まず、あの、最初の、あの、チュートレアルあるじゃないですか、かやばあきひこによる。ちょっと、色がないだけであんな絶望感ある。<laughs> もう脳焼かれるとか、クリアするまで脱出不可能とか、もうなんかいざ見てみるとこんなに絶望感半端ないんだなってのがありましたね。あの、マジ多分、本当に入り込んで読んでたんで、それでた瞬間、うわってなって、本当にめちゃくちゃ、結構きついなと思いましたね。で、まず、そして、 その次、二つ目。あま、あの、キリトとアスナのね、あの、こう、この二人の交流が結構う、う、う、しかって良かったなって思いますね。あのーあ、そのお肉の、なんだっけ、ラグーラビトン肉の料調理の話も、あの時の半分のアスナのあの顔めっちゃ可愛かった。見ます <laughs> これ。めっちゃ可愛くない <laughs> この横顔可愛くない <laughs> あのー、いろいろとちょっとアスナを、今回本当に久しぶりに SAO のアスナ見たんですけど、可愛い <laughs>。とか、あれですよ、一番はね、 一番のアスナのね、セリフが、あれよ。このね、えー、っとね、どこだったかな いやーでも本当に今改めて読んでるんですけどやっぱりいいなと思います本当に。 やっぱり結構、なんだろう。という意しくて、本当にいいなと思って、読んでたら改めて思いました。ちょっと本当にあの、一周読んだだけで、もう二周三周で読んだらだいぶ言えると思うんですけど、もうとにかく意味しかった。でも正直、ウォーブ・アンダー・ワールドとかアニメ見てるんですけど、今となればなんか、結構執着心、すごくないアスナ。<laughs> <laughs> 私、あのー、あと言うと、あの、クラディル、いるじゃないですか。あの、クラディルの暗躍がもうこうりゃまった。もう、ラフィン・コフィンのね、関わりがこの地点、一貫の地点で出てるっていう地点で、もうなんか、そうなると今、もうなんか、いろいろと、アニメでいろいろと追いかけてはいたので、今後の原作どうなるのかって、ラフィン・コフィンとの関わりとか、 すごい気になる作でしたね。あとはもう最後のあの、アインクラットを背景にして、キリトとアスナとして、かやばきひこが話してるところとか、もうなんか、アニメ一気を改めて見てたので、あのー、頭の中で浮かむんですよ、そう背景が。もう、めっちゃくちゃ、あのー、なんかもう、うるっときと何か来ましたね、本当に。 で、まあただ一つ、ちょっと、これはちょっとなと思ったのが、あのー、アニメの部分だ、だいぶはしょられてるんですよ。あのー、アニメの第2話の第一層攻略、あの攻略の話、丸々カットされてます。一巻だと。とか、あの、県内事件の話もないんですけど、確かそのは、はめその、話に関しては第八巻で出るそうです。 あとはちょっとね、いきなり層が上がったりとか、そういうのはちょっとなって思ったんですけど、それはそれで解決方法があるんです。それ、それが、こちら、ソードアートオンラインプログレッシブ第1巻。これをプログレッシブシリーズを読んでいると、1層から2層、3層、4層、5層、今7層かな。1層ずつ細かくなってるって言んでね。これもね、読もうかなと思います。面白いって言われたんでね。 ただ、500ページだそうです。きつい。<laughs> で、まあ結論言うと、この作品見てると、やっぱアスナにちょっと惚れそうになるね、やっぱり。もうやっぱり、ラノベ読んでて推しができると、推しの活躍できてる回は本当にめちゃくちゃ発狂しそうになる。でも多分、今の推し、一回では出ないんですよ。 あの、今の推し、僕、僕の今の推し、リズなんで <laughs>。リズがね、出てくるのがね、次の第2巻に出てくるんですよ。第2巻ではそのメインのとこから外れた海だから、月夜の黒猫団とか、あとシリコの海とか、リズベットの回とか、そこら辺の回が集まった、 感になるので、そちらもね、読んでいったらね、感想動画上げていきたいなと思っております。はい、ちょっとね、言葉が結構詰まってるんですけど、初の感想動画いかがだったでしょうかかもね、もしこの感読んでる、読んだよって人がいればね、コメント欄で、こういうの良かったよねとか、そういうのをコメントで言っていただければ幸いです。ってことで、今後もね、ラノベ読み終わったら、えっ、ー、と、感想動画上げていけたらなと思います。 ということで。以上、霧がそう。うちのラノベ感想動画でした。また次回の動画もお楽しみに。はい、ということで、ここから補足動画なんですけども、あの。先日、私のことながら私霧がそう。うちの twitter を開設いたしました。あの概要欄の方に。 あのー、URL 貼っときますので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。あと、ツイキャスの方もね、ちょっとぼちぼち始めていこうかなと思ってます。あのー、不定期でちょっとラノベア漫画、アニメについてちょっといろいろと語っていきたいなと思うので、よかったら、そちらもリンク貼れるかな貼れたら貼っときますので、よかったらサポート、通知登録の方よろしくお願いします。はい、ってことで、えっ、ー、と、ま、以上がね、補足動画なので、よかったら、ツイッターフォローとツイキャスの えっと、サポート通知登録よろしくお願いします。ってことで、また次の動画をお楽しみに